人間関係リセット症候群っていう、まあ、ニュースを聞いてね、いやなんかちょっと安心しちゃいましたね。こう普通に見える人とかまともに見える人、まあ、私みたいに普通じゃないとかまともじゃないとかね、まあ、そういう人が人間関係リセットされる、まあ、される方ですよ、私はどちらかというと。ですけど、そういうことし、普通の人でもまともな人でもしてるんだなとか思うとちょっと安心しちゃいましたね。で、まあ、なぜ安心するかっていうと、普通の人って普通の人と、まあ、付き合ったりつるんだりするし、まともな人って、まあ、まともな人同士でつるんだり付き合ったりっていうことが、まあ、多いと思うんですよね。まあ、それは中には、親切な人がその変な人からね、付きまとわれたりとか、そういうことはあるかもしれないですけども、まあ、それか人生うまくいってる人がその、怠け者の人に付きまとわれたりとか、まあ、そういうねこともまああるのかもしれないですけども、で、そうか、リセットする人が増えてるんだとか、なんかちょっと安心してしまいました。はい。では、今日もご視聴ありがとうございました。